じゃあリハビリトロサイに対するバタコザッパー。さあ今回はね、初参加の人が結構多いので、みんな盛り上げてくれ。ハイテクのありましたな。邪魔だ、邪魔だよ。さあカヨク、何を持っているのはバタザッパー。僕のハイテクのありました。裏からぶち込み、日本選手はリハビリトロサイ。子供だまし、子供だましし、バタコザッパーなんと最初のバタコザッパー突っ込んだよ。これ暴れ通し、ダッシュ間に合う。幽霊中盤ボールコースです。バタコザッパーの責任をするんですかね。ラスト、ここでダブルプッシュ。こぎってるところにリーチが甘いね。ラストで刻んでくる。耐えれるか。ここで引っ掛けたのはバタコザッパー。最後まで決めて勝っているのはバタコザッパー。決勝ブロック決勝進出。はい、次お待たせしました、セントさん、セント君。